演出家の宮本亞門氏、61、が、前立腺がんを患っていることが2日、明らかになった。自身のツイッターで発表した。2月下旬、TBS の特番、名医の座太鼓判。春の芸能人余命宣告3時間 SP、8日あと 7.00 に出演するため、都内で、人間ドックを受診。前立腺に影が見つかり、3月上旬に都内の病院で精密検査を受けた結果、同月中旬に悪性腫瘍と判明した。亞門氏は気になる症状もなかっただけに、宣告された時、なんで自分がと目の前がクラッときましたと振り返った。関係者によると、腫瘍の大きさは1センチ。現在、癌の進行度や転移の有無を検査中で、所属事務所は、主治医からは、仕事に支障がない方法での治療になると思いますと言われており、現時点での仕事のキャンセルはありませんとした。前立腺は、尿の排泄や、生殖機能に関わる男性にだけある臓器で、胃、肺、大腸に続いて4番目に、癌の罹患者が多い。厚生労働省の最新データでは、年間約9万人が前立腺がんと診断されている。亞門氏はこれまで大病を患ったことがなく、人間ドックも簡単なものしか受けてこなかった。昨年、還暦を迎えたことで、最近になって、精神的にも、体力的にも自信がなくなっていると、心の変化が生じ、名医の、で、本格的な人間ドックを受けた。がんを告知された3月中旬は、演出を手掛けたミュージカル、プリシラ、3月9から30日が、東京、日生劇場で上演中だった。劇場関係者は、いつもと変わらずに明るく、細やかな演出をしていた。裏でがんを告知されていたなんて、と驚きを隠せない。番組は、がん告知の様子や精密検査にも密着した。亞門氏は検査結果に、不安そうな表情を見せ、腫瘍なんて、言葉、自分の人生で聞くとは思わなかったと吐露したという。前立腺がん前立腺は、男性だけにある精液の一部を作る臓器。全体的にがんの進行は遅い。65歳以上が増加傾向にある。治療でどれくらい生命を救えるかを示す指標となる5年、相対生存率は 97.5%。術後のダメージが小さい、手術支援ロボットを使った治療が広がっている。